山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にしておりますか？今日はですね、まあ空想の国、幻想と伴う国、そういうイメージを膨らませてくれる国というのが古来よりたくさんあります。それについてちょっと聞いてみたい人がいます。近道さんです。近道さんに電話がつながっております。近道さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。それで最近はどうですか？元気にしてますか？いよいよ千葉の方にお伺いさせていただく直前になりまして、はい、まあ、体調管理の方をしっかり したいなと、こう気を引き締めております。ご迷惑かけないように。ああ、いえいえ、こちらこそ。はい。で、今月中に決着がつきそうですか？決着、すべて終わりそうですかね？何に関してでしょうか？鑑定とかに関しては。千葉の方でですね、満員いただいてますので、うん、まだキャンセル待ちの方もいらっしゃるので。そうですね。それを考えると決着とも言えないかなっていうところは。悩みは尽きないということですね。悩みは尽きない。鑑定したい方の悩みも尽きませんし、僕も身一つでやってるので、なかなか そうですね、そんなに大量に、ちゃんとした本業がありますか、ね、見れないな、うん、はい。そうですか。最近どうですか？四国は景気悪いですか？おそらく業種によっては、いろいろいい業種も悪い業種もあると思うんですけど、おそらく大変な方は大変だと思うんです。ああ、なるほど。はい。業種によってあれですね、振り回されてますよね。ねまた増税かって話になってきましたけどね。そうですね。何か防衛費であるとかですね、いろいろ所得、法人税とかね、何か混乱の空気を感じますね。別にまあ。お金を出さないってわけじゃないんだけど、まあなんか下せない部分もあるかなという感じですよね。最近円安になってますので、その分例えば防衛費の方で取り決めしてるところの区引きがあって、その分防衛費が上がってしまうっていう、その辺のコミュニケーションや理解がされずに、こう、疑心暗鬼だけが膨らもうとしてる12月なのかなと。なるほど。はい。相変わらずプーチン大統領は戦争を続けるって威勢がいいですけど、ラブアタックはまだ続けるべきですかね。武器屋さんですね。戦争を続けたいっていうところは、売り上げが継続してますので、各国の。でも大概売りさばいちゃったんじゃないですか？旧式の武器を売りさばいたり、新規の兵器値とかも世界的にデモンストレーションしたり、この日は消したくないっていう企業メーカーたちが必死に、ロビイストたちですよね、彼らが必死に防衛顧問団とかね、いろいろとある国のこう、国防省の幹部とか一緒にですね、なるべく戦争を継続させる方向に持っていけないかって言って、いろいろネジを回してますよね。まあ下手すると来年以降も続くような感じですよね。そうですね。犬をこう着せられてる方も、数多く演じさせられてる方もいらっしゃいますよね。
ああ、やっぱりそうですか。はい。さて、今日はある国の練習をしてもらったんですけど、近見さんどうでした？はい、まあ今回させていただきまして、うん、あまりタルタルでない、あのタルタリア帝国ですか。はいはい、はい、このあまり知らなかったんですが、少し、はい、あのスキャンで調査させていただいて、うん、まあ、こういう国があったんだなっていうことで、うん、興味深い、あのスキャンによる足踏み、あ、ここがあの地面でここがぬかるみとか、うん、あのちょっと踏みしめながら、あんまり幻想になってもいけないし、うん、あんまり、まあ、僕もそんなに専門家でもないので、あまり偏ってもいけないしと、どの辺のバランスがいいのかなと思いながら少しスキャンしてタルタリアンぐらいです。いうのはここ、まあ、数年、まあ、割とね、あのいろいろ噂になってはいたんですけど、タルタニアですかね、うん、タルタニアは存在したんですか。あのタルタニアで、うん、存在したらしき、雰囲気の年代と実際の歴史の国を共鳴させてスキャンしてたんですが、うん、はい、実際の国との共鳴があるので、うん、共鳴はしてたんですけど、そういう架空な、うん、幻想的な雰囲気は感じなかったです。タルタニアという国は存在した、存在してるんですけど、別名、歴史的にこういう王国、うん、帝国とか、うん、そういうもののかぶりを感じました、今回は。じゃあ歴史上では別の名前で呼ばれていた王国だったと。同じ王国を、うん、あの伝承、伝説、言い伝えが違ってるだけで、うん、まあ、絞り取られたエキスは一緒だったのかなっていう、うん、まあ、差もありなんていうところの感じはあります。タルタニアはじゃあ滅亡したっていうのは本当なんですか。うん、スキャンでは、はい、そういうタルタニア帝国っていうようなコンセプトでスキャンさせていただいたときに、うん、1760年ぐらいから1799年ぐらいまでのコンセプトホログラム、国家としてのそういうものは雰囲気ですかね、余韻は感じたので、うん、そのあたりまではあった。723年間の、まあ、国家という定義とかカチッとしたものではないんですけど、うん、723年間の、うん、レジェンドみたいな、そんな香りは感じました。じゃあ、今はない、今は違う国、今は消してますね。このタルタニア帝国がすごい文明が栄えていたって本当なんですか。科学技術的な栄えではない、あの繁栄とか、うん、工房的な、そういう栄えたっていう、うん、それは事実と思います。栄えていた、じゃあ商売とか文化が栄えたってことですかね。その規模とかですね、うん、あの勢力圏とか、うん、歴史上大英帝国に匹敵するぐらいの規模を統治してた時代が、うん、これはあったはずです。それが滅びたというのは、やはりあの各国がタルタニアを怖がって一斉に核攻撃をしたっていう、まあ、伝説が残ってるんです。そんなことがあったんですか。実際には普通そういうことは
なかったと思います、うん、時代が違いますので。自然崩壊、普通の文明の崩壊的な、うん、再びまたあの中国のねどこかに攻められるとか、ヨーロッパによってまた削り取られるとか、うん、そういう浮き沈みですね、うん、文明の独立であるとか、それでまたじりじりバラバラになってる感じです、うん、なるほど。それ今の現在の地球上でいうと、どの地域に、まあ、実在したエリアだったんですか、国だったんですか。スキャンでは2つの民族が合同統治みたいな感じで出てくるので、うん、モンゴル帝国と今のウクライナのキエフあたりのルーシ民族、うんうん、ルーシと言われる民族と、うん、モンゴリアン、モンゴル帝国の、うん、この攻める攻められ支配されっていう、うん、まあ大きくなっていったんですけど、うん、このこれを大きく捉えてタルタニア帝国のフィルターで見られてるのかなっていうのはスキャンで出ました。じゃあ今のウクライナあたりにあったんじゃないか。それは遠征拠点としてそこまで勢力圏に入れてしまったルーシっていう民族をも、うん、属国にしてしまうぐらいの勢いですね。本拠地はまさにモンゴリアの中国のもう少し 北部でしょうね。ということはモンゴル帝国がタルタニアのモデルになってる。それに少しルーシ民族も入ったりしながら、うん、そういう西東の巨大な文明圏へのあの巨大な文明の憧れみたいな幻想も上塗りしたものがタルタニア帝国になってるのかなっていうのはスキャンで確認しました、うん、じゃあ結局じゃあモンゴル帝国の脅威とか武力っていう怖さがあって、そこにファンタジックなイメージが重なって、はい、タルタニアっていう幻想国家を作り上げていったっていうのが正体ですか。そうですね、恐怖と幻想に上塗りされて、うん、まあ、あの辺の民族でタタール民族とか、うん、タルタルとか、うん、もともとこういう言われてますので、うん、そうですね、タルタルとかがタルタニアっていう風になってるっていうのは非常に流れ的には言えると思いますね、うんうん、なるほど。タルタニアは科学技術が現代よりも進んでいたんじゃないかっていう解釈がありますけど、どう思いますか。おそらくその推測は、うん、核ミサイルの跡であるとか、うん、クレーターの跡とか池の跡を考えるとっていう推測から流れていくんだと思うんですけど、その辺の地オーパーツ的な地形の遺跡とか、うん、もっと古代には僕はあったと考えてますので。あ、それは時代が違うと。時代がはるかに、うん、桁違いに違う昔ですので。なるほどね。このタルタニアに関しては、うん、1076年から1799年ぐらいの間にうっすらと現れて消えていったコンセプト、723年間のコンセプトは確認、スキャンでは確認してますので、うん、でちょっと興味深いことに1076年にこの巨大な帝国のひよこ的なコンセプトが出てくるんですけど、この時にまだチンギス・ハンとかが現れていないっていう、うん、にもかかわらず国の骨格のホログラムができようとしてるっていう、この時系列は自分では、うん、これは興味深いなと。どういうことですか。じゃあチンギス・ハンが、まあね、巨大なモンゴル王国を作る前にある程度、はい、そのローカル地方におぼろげながらもそういう
国の原型みたいなのがあったっていうんですか。巨大な、うん、そういう構想みたいな、うん、コンセプトホログラムっていうのが先にあって、その形取るかのようにチンギスハンが現れて、うん、演じて、うんうん、中の、材料を埋めていくみたいな、先に引き寄せが働いてるなっていう、これを仕掛けたのは誰だろうとか、うん、それを演じるものとしてチンギスハンは演じられたんですけど、うん、その連携が取れてたり、うん、でずっとこの民族っていうのは血統がものすごく重んじられて、こう支配の継承でやっぱり血統が重んじられるんですよね。その王族とか貴族の話ですか。はい、チンギス・カンの一族統治の皇帝として次降りていくときにやっぱり血統とか長男とかが重んじられる、うんうん、あこれはと思って、うん、チンギス・カンをスキャンしたところ、うんうん、ちょっとこれは人間ではなかったので、ね、あちょっと待ってください、人間ではなかったとおっしゃいますけど、はい、ということは人間の腹を使って、まあ、異星人が何か生まれてきたってことですか。今回そこもスキャンをしたんですが、まあ、マニアックなのでこれは、まあ、余談に入っていくんですけど、 5歳の時に、うん、5歳突然、うん、地底の中の、うんうん、ある種族が、うん、人間のふりをして5歳の子供としてポコッと現れて、うん、モンゴル民族の中で誰かの息子、うん、まあ歴史上にはイエスガイとか、まあ、父の存在もあるんですが、まあその息子、実際にちょっとあれ年代が不明になってる、詳細がわからないっていう状況になってるんです、うん、誕生の状況がわからない、5年ぐらいぶれてるんです歴史の中では。この年かな、いや5年後こっちかな、ちょっと不明だって書かれてるんです、うん、で、まあ、スキャンした時に5歳ぐらいの時に突然この子は現れてるなっていう、どこからともなく、じゃあ周波数が人間でないので、じゃあ地底にいた、まあ、異種族というか 異民族というか、はい、その別の種族のもの子供がチンギスハンになったと、はい、そうですね、モンゴルの伝説によるとチンギスハンはモンゴル人じゃなかったっていう伝説があるんですよね。はい、つまり地底人だったと。それも人間型ではない種族ですね。人間型ではない、竜の形をしてますね。竜、え、じゃあね、クキモンジョとかいろいろありますけど、はい、ね、日本の皇室も昔は竜の形をしていたね、割と初代から一桁ぐらいの天皇は全部竜人だったっていう説がありますけど、はい、ジンギスハンも竜だったんですか。国家が形成される時っていうのは必ず後見人として隠れた種族がその国家を指導に入るので、はい、管理、地上文明の、うん、でその今おっしゃられた日本もどこかがついてるんですけど、うん、このモンゴル一体となったこう騒然とした群雄割拠の勢力の中で、うん、山口様おっしゃられたように地底から送り込まれてる国家統制、うん、地上の、まあ、領地取りゲームといいますか、うん、支配力の
覇権を奪うために送り込まれてきた司令官みたいな感じですね。まあ、いきなり異民族といえども5歳の子供が地上に現れて、そのいきなり天下を取るとは思えないんですけど、まあ、いきなりは取らないんですけど、きれいに成人していきながら、異彩を自然に放ちながらですね、でも 人じゃないんでしょ。人じゃないってみんな分かってる。人ではないけどシェイプシフトできる技術を持ってますから。あ、シェイプシフトね。はい。じゃあドラゴニアンだった。そうですね、レプテリアンではなくドラゴニアンの方ですね。まあ、ドラゴニアンにもいろいろいるんですけど、それを単に1から7までで区分けした時に、ランク的には3番っていうドラコニアンが出てきてます。3番、それはどういうことですか。あ、1、2番、2番、3番です。ドラコニアンもいろいろピンからキリまであるので。1番が一番偉いですか。悪いやついいやつともあるんですけど、とりあえず影響力で見た時に、1から7の影響力を持つ種族の中の、ランク3番ぐらいの種族が地上にちょっかいを出してきてるのがチンギスカンです。じゃあ地底に住むべきだったのが地上に出ていったってことは、地底の中でも反発を食らったわけですか。お前なんで地上に行くんだよとか言って。地底の中の計画で、ちょっと表の領地を整理しに行こうということ で、で西の方にもルーシーっていう民族がいるんですが、ルーシー、こちらに攻め込むんですね、キエフのあたりに。ここのバックもやっぱりドラコニアンで、ルーシーとじゃあ遭遇した時地下のドラコニアンです。それは何番のドラコニアンですか。ナンバー2です。2番です。なのでまだチンギスカーンの方の貢献の勢力の方が偉い顔をしてるので、地下では、でも地上では攻め込んでしまって切ったり張ったりお互いあって、最後は、ルーシーを従える形になるんですけど、まあもともと地下では連絡取り合ってるので同じ民族なので、地上のそういう統合も早かったのかなと。地下の関係、地下では話し合われてる国際関係なので、じゃあ地上でも手を結びましょうと。まあ切ったり張ったりは初めはあるんですが、まあ勢力下に入ってしまうというのも時間の問題だったのかなと。でもまあ、ドラコニアン同士なんで相当ひどい戦いになって、無残な戦争が繰り広げはされたんですけど。いやでもね、じゃあドラゴニアンたちが作り上げた、まあ、モンゴル帝国、はい、ちっちゃい国に地方ごとで分かれていたじゃないですか。部族でいっぱい分かれてたのを一度まとめたという、あれなんで滅びたんですかね。自然消滅ってドラゴニアンが面倒見てると結構何年も持ちそうな気がするますけど。歴史的などの国もそれぞれの勢力が下からあるんですけど、たまたま今うまいこと言ってるコントロール下が、コントロール下にあるのがイギリスで、結構継続して持ちこたえてるパターンで、まあモンゴル帝国って言っても歴史的にはもう少し早く
あの消えたり削られたりしてるんですけど、うん、700年間ぐらいは、うん、生まれて消えるっていうそういうサイクルだったのかもしれませんね。うん、いろんなところにもう大モンゴル帝国はなくても、うん、モンゴルの子孫たちが活躍してるので、うん、現在もまだ活躍はしてるんですけど、その200年ぐらい前はもっと帝国はなくても各地で活躍してるんですよね、うん、顔役としてモンゴルの子孫が、はい、なのでそれを持って言うと、うん、まだ継続はされてますし、うん、あちょうど今オックスフォード大学の Y 染色体調査チームの発表によりますと、うん、チンギスカンの後に突然変異によって生じた遺伝子である可能性のものがものすごく広がってるので、そういう仮説が発表されてまして、それはどういうことですか？ドラゴニアの遺伝子が混入したところ入ってるんでしょうね、これに。でそれがあからさまにこの広がりっていうのはチンギスカンの出現とともに出てるので、うん、注目されてるみたいですね。でもドラゴニアの子孫であれば結構シェイプシフトとかいろんな能力持ってるはずだと思うんですけど、何代目ぐらいまでそういう能力持ってたんですかね。シェイプシフトに関してはちょっとスキャンしてみます、はい。チンギスカンの息子2代目ぐらいまでですね。3代目そこからはどんどん薄まっていきますよね。3代目のフビライハンは人間近くなっちゃうってことですか？少なくともシェイプシフトはできないとスキャンには出ます。じゃあ人間の体のまま生まれてそのまま死んでいくってことですか？そうですね、まあ遺伝子の中に何割かそういう特質があるっていう、うん、イコールシェイプシフトとも言えないんですが、うん、まあシェイプシフトをした目的役割はやっぱりチンギスカンとして出たっていうことなので、うん、シェイプシフト自体の役目はそこで終わってるのかもしれないですね。あとは、うん、あとはあの魂的に子孫に生まれやすかったり、うん、共鳴インスピレーションを与えやすかったり、うん、もう遺伝子にいくつかもうあの傾向が入ってるので、うん、今は別の作戦に入ってるはずですね。そう考えますとね。じゃあ世界中にチンギスハンの子孫って何万人もいるって言うじゃないですか。なんか200人に1人はそうだっていう発表もありますよね。200人に1人がチンギスハンの子孫っていうようなことをおっしゃってる方もいるぐらいですね、うん、まあ正確に数えてるのかどうかわからないんですが、うん、いや、じゃあその人たちもドラゴニアンですか？の系譜を持ったということですね。でも自覚はない？自覚はないと思います。ただもちろんドラゴニアン以外の系譜もその前後に多くの種族の何の介入があるか分かりませんので、うん、あまりこだわる必要もないとは思うんですけど、異質な突然変異がの遺伝子の拡散っていうのがオックス大学の研究チームが発表してるので、やっぱり普通の人間の普通のモンゴル人の流れではないんだなっていうのは考えられるかもしれません、チンギスカン自体が。なるほど。じゃあその異能、まあチンギスカンから受け継いだ異能力っていうのを持ったままの子孫が未だにいるってわけですかね。そうですね、覚醒次第によってはものすごい能力を発揮されるんでしょうね、うん、じゃあこの度発見された遺伝子っていうのはドラゴニアンルーツの遺伝子である可能性が非常に高いと。そうですね、スキャンをしたところレプテリアンでも昆虫型でも他のスターピープルでもなく、うん、ドラゴニアン
的なものが共鳴しているので、うん、チンギス感の遺伝子はスターピープルの中のドラコニアン説を僕としては、うん、まあ唱えます。まあ他に唱えてる人がいるかどうかはちょっとわからないんですが、あの当然イギリスとかでレプタリアンの血が入った人間もいるわけですよね。今年亡くなられた女王様をスキャンした時に、はい、エネルギーの名前コードネームを引き出したことがあるんです。コードネーム、コードネーム、その、うん、あの人とか惑星とか、うん、例えば霊スピリットから、うん、あなたが通称どんな周波数を放ってるかっていうのを音源に変えるリーディングです、うん、そうするとエネルギー体のコードネーム、うん、よく言う CIA とかはあの本当のコードネームが内緒にしてるとか、うん、エネルギー自体にもコードネームがあってそれを引き出したことがあるんです。あのとあるイギリスの女王様の、そしたら3文字のカタカナが出てきまして、はい、あの何ぬねののにバビブンベボのビ、うん、ラリルレロのルっていうのが出てきたんです。ニビルって言ったんですか。それが出てきたので、うん、あれこの人は人間じゃないのかなって周波数を調べたところ、うん、マイナス6、7千の周波数が出てきまして、うん、やっぱり人間じゃないのかなって。この人人間なのにニビルっていう名前っておかしいよなっていうスキャンをしてたことはあります、うん、ニビルってあの地球にやってくる幻の星ですか。あの星の種族の一族なのかなと、うん、レプタリアンじゃない、ないんですか。おそらくニビルもレプタリアンもいとこか親族かとは思うんですけど、うん、きっと爬虫類なのかなと一瞬思ったり。爬虫類系ね、うん、ニビルで金髪のプレアデス人が出てくることは想像できないので、うん、なるほどね。で、まあ、同じようにこうスキャンした時にあのドラコニアンが出てくるので、うん、チンギスカンの場合は、うん、レプタリアンではなくて、うん、なのでそっち系なのかなっていう感じはしてました。ああ、なるほどね。中にはマニアックな種族の末裔もいるんですかね。あのマニアックな種族、ここの国は、うん、カマ系型星人とかあり、昆虫系がバックアップしてるとか、うん、まあ、バックアップと言わずこう半分実験してるみたいな感じで扱われてる民族もいるかもしれないですね。あの分からないように、バックはいろいろありますからね。はい、何があるか分からないですよね。もうなるほど。じゃあ結論としてタルタニア帝国は、はい、イメージになったものはあったと。はい、でもタルタニア帝国という国自体はなかった。そうですね、うん、そのものそのものっていうのはないと思います、うん、それはあくまでモンゴル帝国の残像であると、はい、いうのが近道さんの臨死結果ですね。そうです。ありがとうございました。お世話になりました。こちらこそありがとうございます、はいはい、じゃあまたよろしくお願いします。千葉で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、近道さんでした。タルタニア帝国がなかったと。で、そんなに文明を発達してなかったと。イメージは
ルーシー民族を支配したモンゴル民族が作った地方の国、そこにタルタニアの原型となった空想の国がイメージされたと、これが真相らしいですね。はい、いやー面白かったですね。皆さんも不思議な体験、妖怪体験、宇宙人体験、メールください。tokushi5566@yahoo.co.jp 徳島5566 @yahoo.co.jp です。それからですね、サイバートランティアという有料メルマガを出しております。ぜひ皆さんお読みください。それから、アトラスニュース、こちらはただで読みます。毎日8件から10件ほどニュースが載っておりますので、これらの方もね楽しんで読んでください。よろしくお願いします。はい、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それではさようなら、皆さんバイバイ。